はい、しおみんです。今年もですね、去年に引き続き、親父連れてですね、はい、カニを食べに霞まで行ってまいりました。はい、どこ行ったかというとですね、霞の今回は、カニの宿宮田さんというところに行ってまいりました。はい、でまあいつもの通りですね、うちの実のお姉様とですね、親父連れて3人で行っていたという感じでございます。はい、でですね、今回すごい、GoTo も使ってですね、安くで行けたんで嬉しいでございます。3人で1級使ってですね、42,900円、1人当たり、14,300円という、まあ、そんな感じでですね、夕食のメニューが、先付けを作り、カニ刺し、カニの天ぷら、ゆでガニ、まあ、カニチリ焼きガニ、カニ味噌高麗焼き、カニ雑炊、デザートみたいな形でですね、もうすごい豪華メニューになっております。でちょっと行き品ですね、はい、ちょっと寄ったのがですね、田島大仏っていうところで、こちらの大仏ですね、東大寺の大仏さんが、14.9m に対して、こちら、田島大仏さんの方が、15.2 とか 15.8 と、奈良の大仏さんよりも大きな大仏が3体も並んでるって、割とね、見応えのあるというような大仏でございます。よかったらこっちもですね、行ってみたらいけるかなと思ったりします。はい、ということでですね、本編はの動画はほぼカニ食ってる動画でございます。はい、ほぼ飯てる飯ほぼ飯テロっていう感じになると思います。ちょっとごめんなさい、いいもんばっかり食ってましたということでですね、よかったらそちらの方もご覧ください。それではどうぞ。
はい、めっちゃうまそう。すっごいいい匂いよね。いい匂いでしょ。いい匂い。すっごいいい匂い。こちらの旅館は長いんですか？母の代からなんでも40年。2代目、3代目。2代目です。いい匂い。お父さん、もくもくと。そうそう、そうなんです。もう先が短いもんで、はい、本人が言ってるんですよ、はい、まあ、今年ぐらいが最後ぐらいかなって。とんでもない。って言いながら毎年来てたんですよ。言うてるんです。もうそう言いながら毎年来てたみたいな。